三重県立名張高等学校男子柔道部。名張高校男子柔道部は1年7人、2年5人、3年12人の合わせて24人で日本一を目指し、女子柔道部とともに日々練習に励んでいます。インターハイ三重県予選団体戦で優勝。8月8日から12日まで北海道で開かれたインターハイ柔道競技大会に出場しました。チームをまとめる主将で、インターハイ団体戦では副将を務める3年の大坪佐助さん。昨年の三重県総合体育大会でも副将を務め、強豪四日市中央工業との接戦を制し、チームを優勝に導きました。自分たちの力で掴み取ったインターハイなので、絶対に悔いの残らない試合にをしたいと思っています。はい、僕たちのチームのモットーは応援されるチームになることです。自分がのキャプテンとしての役割は、チームのみんなをまとめて自分が先頭になって引っ張っていくことだと思っています。自分が感謝している人は両親です。自分が大会の時や遠征の時に絶対見に来てくれてサポートしてくれるところです。自分は入学してから30キロ体重が増えたので、増量し続ける青春でした。2年の堂崎良樹さんはインターハイ三重県予選81キロ級で優勝。インターハイ柔道競技大会初出場の切符を手に入れました。個人戦は初のインターハイだったので、すごい嬉しかったです。試合とかで、1本取った時とか勝った時が一番嬉しいです。そのインターハイ予選の団体戦の時も、自分が勝たないといけない時にちゃんと勝てたことが成長したなと思いました。部活動を一生懸命する、青春がしたいです。日本一を目指し練習に打ち込む名張高校男子柔道部。皆さんにとって柔道とは何ですか？僕たちにとって柔道とは青春。 ADS では伊那地域でスポーツに励む高校生を応援します。次回もお楽しみに。どっちそっち ADS。